そんなに大きかった痛いんじゃないかとかガンガンついて、うん、女優さんが感じてる私こんなすごい舌使いできるんだこうどんどんつくんじゃなくて、うん、こんにちは夏山です。滝本です。今回はペニスって大きい方が良いのかっていうことについて話していきたいと思います。ペニス大きい方がいいんですかっていう質問すごく受けると思うんやけど、もうね、Twitter の DM に来る質問ナンバーワン、大きい方がいいのかがナンバーワン、大きさについてか、すごい来る。男性からすると、うん、やっぱりなんか大きい方が自信あるっていうか、あるんだろうね、うん、思ってた、ね、うん、そんなことない。それはもう結論ですか。結論、結論は女性は全然気にしない。全然気にしない、ない、うんうん、大きい方がいいっていう人は、うん、あんま聞かないかな、うんうん、どっちかっていうとちょっと大きいのは怖いとか不安って思う人の方が聞くかな、はい、うん、物理的にそんなに大きかった痛いんじゃないかとか、あと実際痛くしてくる人とかもいて、うんうん、自分の大きさがどのくらいか把握しきれてないのか、うん、体位によっては本当に痛みを感じちゃうんだよね。物理的に不具合が起こったりとかしちゃうか、うん、大きすぎることで痛くなる。そう、その感覚はちょっと分かんない男性って多いと思うよね、うん、結構よくあるのが AV のシーンとかガンガンついて、うん、で女優さんが感じてるみたいなシーンって多いことから、うん、そういった風にした方がいいみたいな男性って多分多いと思うんやけど、うん、いる？いるでしょう。されたことはない？されたことあるよ。あるんや痛いよねあれはね。結構同じぐらい来る質問で、うん、どういう体位がいいかっていうのもあるんだけど、うん、体位も女性と男性の性器の形とかにもよって全然違って、うん、これがいいっていう体位ってなくって、大きい人だと奥まで入っちゃう体位だと女性が痛がることの方が多いんじゃないかなって、うん、許容量を超えるというか、うん、これぐらいしかない中、うん、まあね、ちょうどいいぐらいでこうつければいいんだけど、うん、ドンドンドンってなっちゃうでしょ、大きいと。はい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 、根元まで全部入れちゃったりとかすると痛いよね、うん、やっぱり。そうだから、そういう時は、うん、痛いとかも大きい人こそちょっと気をつけないといけない、うん、こうあってこうどんどんつくんじゃなくて、うん、押し込む感じやったらいいよね。そう、調整してね。そうだよね、うん、じゃあやっぱり大きければいいっていうわけではない、ではない、まあ、痛みを与える可能性があるっていう意味で、うん、大きいと逆にデメリットになる可能性がある。そう、大きい人のことを言うわけじゃないんだけど、うんうん、やっぱりちょっと不安感は出ちゃう、うん、ね、うん、自分の中にこれが入ってくるのかっていうふうに思ったら、うん、ちょっと怖くなる方が大きいかな、うん、慣れてる人だったら、うん、まあ、大丈夫かもしれないけど、やっぱ身長が低い人ほど膣もそれに伴って小さい人って多いっていう、うんうん、まあ、感覚があるよね、うん、やっぱね、そういう方の時にそういう意見も聞いたことって何回もあって、うんうん、まあ、ただ一方で逆に大きければ大きい方がいいっていう方もいらっしゃるんやけど、うんうん、なんかそれについて思うことってある？あ、確かにいるけど限りなく少数派だよね。うん、少数派やと思う、ね、私の前ではほぼ聞いたことがない。個人的な感覚やねんけど、いわゆる鉄マンって言われてる人とか、特に AV よくあるこうガシガシする手マンの方が感じたり気持ちいい方っていうのもやっぱ一定数いて、うん、いつも指入れするとき手間するときは優しめにやることが多いんやけど、それじゃちょっと物足りなくて、もうもっと激しくしてみたいな感じの要望とか受けることがもう本当にまれにあって、そういう方はもともともしかしたら痛みに強かったりとか、そもそも膣の広がりがいいというか許容量が良かったりして、そういう方からしたら大きい方がもしかしたらいいってことだね。もしかしたらとらわれてるたりとかするかもしれないけどね。なるほど。そうそうそう。イコール気持ちいいみたいな。うん、気持ちいいみたいなふうに思ってるかも。なんかね、うん、世間で言ってるバイブの大きさとね、うん、大きすぎるんだよね。めっちゃ聞くんよそれ、うん、そう。たまにおもちゃを入れてほしいみたいな要望とかやっぱあるんやけど、うん、なんかちょっと大きくないみたいなのを持ってこられることってあって。うん、でやっぱね、ちょっとね入りにくいっていうか、ね、もちろん潤滑ゼリーとか使って入れるんやけど。うん、
構大きくないみたいな、そう結構ね女性の間では、うん、手の大きすぎるよねっていうのね多くって、で割と最近は小ぶりのやつの方が人気みたい、ペニスの大きさの平均が、日本人どのくらいだったっけ、12-13センチだったかな、12-13センチ住んでたかな、膣、うんうん、の大きさが、何倍だったか6-7センチだったっけ、7-8、うん、そうそう、はい、ちょっと詳しくはこの辺に。あと重要なのが、例えば体型とか、うん、太ってる方とかだったら肉厚、お腹の肉とかが邪魔して、まあ、男性も女性も体格が太ってたりしたら、うん、気持ちいいところに当たらないとか、まあ、あと柔軟的なところ、うん、体的にもそうだけど体が硬かったりしたら、うん、女性とかもこう足が開かなかったら、うん、男性奥まで挿入することができないんで、うん、まあ、それは男性も女性もお互いかなと思います、うんうん、でね、相手が大きいとセックスで女性が大変なことがもう一個あって、うん、ベラチオをするときに苦しい。なんで？ペットボトルを口に入れるって考えたら大変でしょ、うん、いや苦しいでしょ、うん、だけどこううまい棒を口に入れると思ったら楽でしょ、うんうん、そんな感じ。なるほどね。大きいと根元までも加えられなかったりする場合もあって、うんうん、なんか男性って根元まで入れたかったりとかするでしょ、うん、なんかねよく聞く意見としてはイラマチオが好きな女性がいるから、うんうん、そういう人にとっては大きい方がいいってことになるのかな。じゃあ苦しみを味わいたいってこと。そう、やっぱ苦しいのが好きな女性ってよく聞く、うん、まあ、首締めとか好きとか、あ、でもイラマチオは苦しさを味わうためのものっていうわけでもないよね、うん、そのあの雰囲気っていうか、うん、なんかこう、うん、物のように扱われている雰囲気が好きとかだから、うん、別に多分大きくても小さくても、うん、そんなに関係ないかなっていう、うん、そういうシチュエーションも楽しむためのものではあるよね、うん、だ苦しいのが、うん、好きっていう人はそういうのが好きなのかもしれないけど、減、うん、らされた時に、うん、大きい人の場合だと口の中で舌とか動かせないと思うんだよね、うん、口いっぱいになっちゃうと、うん、だから出し入れで終わっちゃったりとか、だけど小さい人だと、うん、口腔内にすごい余裕が、まあね、余裕あるもんね、できるから、うん、女性側として私こんなすごい舌使いできるんだみたいな感じが多分あると思うんだよね。なるほどね。そう、だから、うん、男性側としては小さい人の方がなんか恩恵受けてるんじゃないのかなっていうのがある、うん、ペロちゃんに関しては。確かにね、口の中いっぱいやったら動かしたりできない、できないからね、で苦しいし顎疲れるし、うん、大変なことはすごい、うん、そうだね。そういう意味では大きい人もデメリットがあるし、うん、小さい人の方が良かったりもするってことか、うんするうん、じゃあまとめると、大きければ大きいほどいいっては言うわけではない。全然そんなことはないですっていうことね。もちろん相手の女性よるとは思うけど、うんうん、逆にあの小さいからといって、うん、気持ちよくさせれないっていうこともない、うんうん、体とか十分気持ちいいところも届くはずなので、うんうん、どっちかというと気にした方がいいのは勃起率だそれやっぱ言うよね、うん、あの勃起率、硬さのこと、硬さだよね、うん、大きさより硬さっていう意見は、うん、もう今までね2万回ぐらいは、うん、聞いてきたと思います、うん、2万回も聞いてるんだったらさ、多分世間の人たちも聞いてるでしょ、うん、気づこうよ大きさじゃないんだよ、ね、ありがたいよね、なんか、うん、このね、あ、まあ、なんでもない言いかけたけど男の人の自分の大きさの限界値はそこで決まるから、うん、え、限界値はそこで決まる、限界値はそこ、うん、自分ってこれぐらいかなって思ってたけど、勃起率が上がったらこれぐらいになったりとかするし、うん、膨張率ってこと、膨張率と勃起率は別か、勃起率は硬さってこと、硬さ、うん、やっぱ硬くなるっていうことはそれだけこう血液が充満するっていうことだから、うん、ふにゃふにゃってしてるってやっぱり体積、うん、小さく感じるでしょ、うんうん、ほんとそう思う勃起率高めるんやったらテストステロンよね、うん、テストステロンは大事、ね、大事だよね。あとちょっと言いたかったのが、うん、大きければ大きい人ほどそれに頼って、うん、あ、言わない方がいいめっちゃあるめっちゃあるね、めっちゃある。小さい方の方がペニスに頼らないんで、うん、テクニシャン多いよね、うん、
そうだよね、うん、小さい人がテクニシャンかといったら、うん、そうとは限らないんだけど、うん、あそれもちろんねだけど、うん、大きさ進行の方は大きさに頼りがちっていうのはあるよ ね、うん、やっぱそこに自信あって前技とか磨こうって多分あんまりなんないと思うよね、うん、そういう人は本当に多い、うん結構聞くんよねそれもあるあるだよ、うん、あるあるよね多分もちろん大きくて悩んでる方とかもたくさんいらっしゃるもんね、うんうんうん、そういう方がそこじゃなくて前技で勝負しようって考える方とかもいると思うから、うん、そう全員ではないけど、うん、そうだよねはいということで、うんまあ、ちょっとまとめてないな磨き用によってはセックスはいくらでも上手くなるから大丈夫だよね、うん、そうセックスに関しては大きさではないということでした最後までご視聴いただきありがとうございました。